ジゼルさんは独特の雰囲気があるチジェミイッターとよく言われているそうですが、すごいすごく大きいですね。ね。エスパのジゼルさんです。どうぞ。ようこそお越しくださいました。こんにちは、エスパジゼルです。よろしくお願いします。はい、どうぞおかけくださいさて皆さんね、はい、ここからはイーザー&ブランドミューズに就任したジゼルさんにお話を聞いていきたいと思います。ジゼルさん、はい、今回イーザー&のブランドミューズに就任していただきましたが、まずは感想を教えてください。はい、ブランドのミューズになって本当に本当に嬉しいです。イーザー&と私の新しい姿をお届けしたいと思います。はい、ありがとうございます。そして今日のメイクのポイントは何でしょうか。今日のメイクのポイントはペブルグロークッションを使用してしっとりで綺麗な肌を表現するのです。はい、とってもお肌ツヤツヤですありがとうございますイーザー&のブランドミューズとしてジゼルさんが一番おすすめする商品はどれですか。もう秋に入って乾燥も感じ始める季節なので、今日私の使ってるペブルグロークッションはしっとりしながらも肌をきれいにしてくれるのがあるので一番、はい、好きです。はい、ありがとうございます。ぜひ皆様もタッチ&トライで試してみてください。さて話は変わりますが、ファンの間ではジゼルさんは独特の雰囲気があるチジェミイッターとよく言われているそうですが、ジゼルさん特有の雰囲気が好きなファンの方やジゼルさんに憧れているファンの皆さんにジゼルさんならではのメイクやファッションのポイントがあれば教えてください。普段私が好きなことを表現するのが大事だと思ってるんですけど、厚塗りせずにしっとりと綺麗に表現できるようなことが好きです。はい、ありがとうございます。また今年日本デビューを果たしましたが、日本のメイクの印象はどうですか。個人の個性を大事にしてると思います。いつもかっこいいだと思ってるんですけど、今回私がミューズになったイーザー&も皆様に使っていただけたら本当にいいと思います。はい、ありがとうございます。では今回撮影されたスペシャルムービーが本日よりイーザー&公式 YouTube およびインスタグラムで公開されます。それでは皆さんと一緒にこのスペシャルムービーをご覧いただきたいと思います。どうぞ。Poreless covering, fresh tone lasting. ペブルグロークッション、イーザー&。いやー、かっこいい。ありがとうございます。ジゼルさん、今日は初めて完成したスペシャルムービーをご覧いただいた感想はいかがですか。撮影する時もすごく楽しかったんですけど、すごいもうかっこいいと思います。はい、本当にとってもかっこよかったですよね。はい、どうでしょう、撮影の時のエピソードは何かありますか。3つのコンセプトで撮影したんですけど、なんか全部私に似合うコンセプトをよく見てくださって本当に感動してました。そうなんですねありがとうございます。さあジゼルさん、実はですね、今日はこんなものをご用意いたしました。どうぞ。じゃじゃんサプライズサプライズ。なんか大きなすごい
7月にエスパが日本デビューを果たしたということで、日本デビューとイーズ&ブランドミューズ就任をお祝いしたサプライズケーキをご用意いたしました。すごい、ジネルさんおめでとうございます。ありがとうございます。いや、ケーキを見ていかがですか？はい、すごく大きいですね。ね。なんか全部カラーもなんかブラック&ホワイトでなんかシークっぽくて、うん、気に入ります。とても素敵ですよね。すごいジゼルさんの雰囲気にぴったりですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まだまだ本当ね、お話をねお伺いしたいところではあるんですけども、もうお時間が来てしまいました。はい、ジゼルさん、最後に、はい、イーザー&のブランドミューズとしてのメッセージをお願いします。はい、あのイーザー&のミューズに就任できて本当に本当に嬉しいです。またたくさんの皆さんが来てくださって本当にありがとうございます。これからもジゼルとイーザー&をたくさん応援してください。はい、応援します。ありがとうございます。イーザー&ブランドミューズに就任したエスパのジゼルさんでした。皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。